こんにちは、ブラザーです。よろしくお願いいたします。本日はですね、フィリピン人を愛した日本人、ガンさん物語、最後です。今日3話目、最後になります。前回はですね、ガンさんが愛した R が2度目、フィリピンに帰国するっていうところからのお話でした。で、まあその時にいろいろガンさんが空港に来れなかったとか、R が持って帰る荷物が8万ぐらいかかったとか、まあそういう話でしたが、でその後、ガンさんがフィリピンに行くっていう情報が入ってきました。で、私は自分の仕事の件でですね、ちょうどフィリピンの方にも飛ぶ機会があったので、タイミング的に私もフィリピンにいたんですけど、で、私は挨拶がてらプロモーションに行ってきたんです。で、そこで、プロモーションのマネージャーなんかとちょっとお会いして、何回かちょっと会ったことあったんでですね、お会いして、いろんな雑談ですけどね、あと状況とか、いろいろ話しながら、はい。で、その時に、ちょっと、R の話をちょっとしてみたんですよ。こういう子が先日帰ったけどもと。で、この子はちょっと当分仕事できないねっていう話をして、なんかペナルティーかなんかあるんですかっていう話を聞いたら、いや、日本に何回も行ってるし、衣装代とか、衣装代は店の方から出したのか。何かしらこざこざ用意するお金とかそういうのは自分で持ってたと。だから、プロモーションの方にも借金がないと。で、何も問題ないですよと。そういう話だったんです。で、そのマネージャーの方がですね、知ってるんですかっていう話をしてきたんですよ。で、私は知ってますよっていう、そのまま知ってますよって話して、じゃあマネージャーの方も知ってるんですねっていう、日本語じゃないですよ。現地の言葉で、私も通訳を入れながら、その頃あまりそこまでは言葉が分かんないんで、通訳を入れながら話してたんですけど、で、知ってますよ、もうすぐ、日本に、フィリピンに、その男性の方が日本から来るっていう話も聞いておりますよと。私がいる間に来てくれれば、また何かあった時はこうできるんですけどねとかいう話しながら、こちらの方に寄った時にはよろしくお願いしますとか話したら、はっとか言うんですよね。だから私の方もえっていう感じになって、いや、日本人の方の子供でしょっていう話したら、もう聞いてたんでしょっていう話したんですよね。そうするとマネージャーの方が、いや、違いますよと。とか言い始めて。私の方も、何ですか一体って話ですよ。ただ、もうプライベートになるから、それ以上は話ができないって言うんで、いや、そこまで言ったら気になりますよと。何か問題があるんであれば、その日本人の、方をストップしないと、やっぱうちのお客さんですからと。そこまで私に責任はないんですけど、やっぱり気になりますからね。全然知らない方でもないし、なんかあれば大変なことですから、ましてや家族がいますからね。奥さんとか子供さんとかいますから。としたら、ちょっと待ってくれと。いつまでフィリピンにいますっていういきなり言われたんで、あと数日したら、ちょっといろいろ調べることが終わって、もう一旦日本に帰りますっていう話したんですよ。ただ、電話番号教えてくれっていうんで、その時はもうフィリピンに携帯があったかな。ありましたね。確かあったような気がします。で、私のエスコートのこの番号を教えたの、確かそうだったと思います。前はですね、フィリピンって携帯とかあまりない
時期から私飛んでたんで、フィリピンに行ってたんで、ちょっとそこが定かじゃないんですけど、とにかくまあ連絡先を教えたのを覚えてます。そして、まあ一旦まあなんか気になるけどと思いながら帰って、でまあ連絡が来るだろうと、で私はホテルの方に行ってあれしてたんですけど、ただその当初はやっぱメールとかそういうのがなかなか普及してなかったもんで、まあ、なんかそういうのがあれば日本サイドとかこうね、店長とかそういう、まあ、連絡してなんか聞いてますかとか、まあそのガンさんはどんな風ですか、なんか話ありますとか聞けるんですけど、まあ、そういう時代じゃなかったもんで、まあ、私も、まあ、自分のことでもないしですね、心配はあったけども、まあ、自分の仕事の方の心配の方があったんで、まあ、その頃何回も失敗してますから、で、まあ、ちょっと頭から忘れてたんですよ。で帰る前の日に、あれプロモーションから電話なかったなと思って、エスコートの方に電話なかったって聞いたら、いやない、連絡はないですってことで、あそっか、でも今更プロモーションに行く時間ないしなってことで、一体何だったのかなと思って、でそのまま私は日本に帰国したんですよ。で日本に帰国して、その次の日か次の日ぐらいにガンさんがフィリピンに行ってるんですよね。それはすぐ情報が入ってきて、それはフィリピンにいる、まあ、タレントで来てた女の子からお店の方に電話って、でお店の方に電話って、あ違う、店長が携帯持ってたから店長かな、私まだその頃携帯持ってなかったもんで、そうそう、なんか電話がとにかくあったんですよね。そしてそのガンさんがフィリピンに来ると、明日来るっていう連絡があって、でそれ大丈夫かな、プロモーションなんか変なこと言ってたけどねって、マネージャーの方がとか思ったんですよ。で内容がわからないし、まあそういう場、そういうところにガンさん一人で、まあ、フィリピンもあんまり行ったことないっていう感じでしたからね、まあ大丈夫かなと心配はしてたんですけど、ガンさんとも連絡が取れないし、まあもうとりあえずどうしようもないですから、店長と話してもうどうしようもないよねと。で、あれからガンさん来ましたって聞いたら、いやお店にも全然来ないと、その R が帰ってからは。ただ聞いたのは、店長の方に情報が入ってきたのは、ガンさんが何やら奥さんに離婚届をこう手渡しじゃなく家のテーブルに置いて、そのままいなくなってると。それで私がフィリピンに行ってる間に、奥さんとその前一緒に来たお兄さんが訪ねてきたと。その話を聞いて、まあ、大変なことになってるなと改めて思ったんですよ。でそのまあ奥さんの方から、いやこんだけ借金がすごくて、会社の方からもいろいろ皆さんからお金借りてるみたいで、まあ子供たちもまだですね、学生ですし、もうどうしていいかわからないってすごい泣き崩れてたっていう話を店長から聞いて、じゃあガンさん今どこにいるんですかねっていう話になったんです。まだフィリピンには行ってないですから。ただまあ次の日か次そのぐらいですねにも確かフィリピンに飛ぶような、向こうに行くような話を向こうのタレントの方から連絡があってたんで、そういう情報が入っていると。どっちにしてもフィリピンに行くんだなっていう感じですよ。まあ空港まで行ってこうあれすればよかったんですけど、そこまでするのもですね、とりあえず私と店長でそのタレントの子たちに連絡を取って、ガンさんが来たらとりあえずちょっとエスコートしてくれと。で R とはどうなってるんだっていう話を聞いたんですよ。そしたらR の方とガンさんは連絡が取れてないって言うんですよ。でガンさんはその女の子たちにちょっと R の家まで連れてってくれっていうことで、女の子たちにフィリピンに行くっていう連絡を取ってたらしいんですよ。あ、それでその女の子たちが知ってるのかっていうのが分かって、じゃあそりゃガンさんはどうするのって、 R と会えるのかなフィリピンでっていう話になって、とりあえず女の子たちにまあさっき言った通りちょっとエスコートしてやってくれと。
で、もう一人になったら大変だからと。で、そういう話した女の子たちも、いい子たちでしたからね、ああ、もう分かりましたっていう感じで、ちゃんと、まあ、日本に帰るのか帰らないのか分からないですよ。もう離婚届まで出して、なんかもう全部片付けるような形で、フィリピンに行ってるんですから。まあ、でもそういう方って結構いましたからね、昔は。まあ、今もいるのか分かんないんですけど、もう見えなくなっちゃうんですよ。前が全く見えないし、誰が何を言おうとももう聞く耳がないんですよ。そんな風になってしまうと。もう恋は盲目とじゃないですけど、本当何なんでしょうね。まあ私もその中の一人だったかもしれませんけどね。まああんまり言えない話ですけどね。まあ私のその話はまた後日ゆっくりしますけど。で、結果的、そのガンさんがまあフィリピンに到着したっていう連絡を、ホテルから電話が、タレントの子、ホテルの電話を借りて、店長の方に連絡が来て、で、そこで、まあ、私たちは、まあ、知らない方がいいかなってことで、とりあえず、じゃあ、任せたよっていうことを伝えて、ただ、なんか、話によると、一応、R の家に連れて行くと。まあ、女の子たち知ってますからね。一緒のグループ組んでましたから。私はそこで大丈夫かって言ったんですよ。R は本当に旦那さんとかいないのかっていう。基本旦那さんがいる子って結構いますから、恋人がいる子って結構いるんですよ。まあこれ昔の話ですよ。ただまあ女の子たちもそこは黙るんですよね。あの子たちもフィリピンってなんかまあ日本もそうかもわかんないけど、プライベートのことになるともう自分が悪者になりたくないっていうのが絶対ありますから、どんな大事なことでも言わないんですよ。まあまあそれはまあいいか悪いかちょっとわかんないんですけど、とにかく言わないんですよね。で、まあ言わないってことは多分なんかあるなってもう私たち思うじゃないですか。それで、これはやばいなと思って、そこ危なくないっていう話したんですよ。だから、まあ、危なかったらもうすぐ帰ると。多分大丈夫だと。でもフィリピン人の大丈夫と仕方ないっていうのはこれ結構、フィリピンのあるある言葉ですから、大丈夫、仕方ないっていう、もう絶対、今でもある言葉ですからね。よく使う言葉ですから。もう本当に大丈夫かなっても思いながら。で、まあ、じゃあ、とりあえず、後でこっちからお金を送るから、いくらかでも送るから、その電話とかいろいろ、コレクトコールでかかると結構お金高いから、高いんで、こっち側ですね。最初のお金がいくらって、昔そういうのやってたんですよ。コレクトコールとか使ってましたもんね。だから、まあ、後ですぐ送るからと。まあ、その時もお金を送る方法っていろいろありましたからね。で、とにかく連絡をくれと。その日どんな状況かとか。まあ、そのぐらいは私たちも把握してないと、やっぱ心配なんですよね、正直。そして、電話がかかってきて、で、店長からも私に連絡が来て、フィリピンの方から連絡があったと。それで、どうも、ローズがそのホテルに来るらしいと。ローズっているんですよね。その R のものすごく仲良かった子がいるんですけど。ここでこういう子が出てきたんですよ。うちの店には一回だけ来たのかな。で、何しに、ローズが行くのっていう話になって。いや、R から何か、何ですかね、頼まれてると。これは間違いなくおかしいなって私たち思うじゃないですか。だからですね、もう女の子たちに、会わせるなって言ったんですよ。だから女の子たちも、その方がいいと。ちょっとあの子は、そのローズって子ですよ。癖があるから、いろいろちょっと問題があった子なんですよね。だから、まあ、会わせない方がいいかなって女の子たちも言うんですよ。だからもうそれがいいと。で、あなたたちから言いなさいと。そのガンさんには。
あの子が来るんだったら、まあ、会わないがいいと。で、それを伝えて、まあ、お客さんの方、お客さんというか、まあ、ガンさんの方から、いや、もうその、ローズってことは会わないと。とにかく、R と会いたいという話を伝えてもらって、お客さんというか、まあ、ガンさんがそう言ってるってことを女の子から伝えてもらって、いざそこに R がホテルに来ることになったんですよ。で、R がホテルに来たらしいです。で、来て、2人で話したいっていうことで、エスコートしてた女の子たちはみんな出て、でその時また電話があって、連絡が来て、今来てると、で今上で話してますと。じゃあ分かりました、また何かあったら連絡くださいってことで、私も店長とそこでその時一緒にいたんですよ。でそれからですね、1時間か2時間ぐらい経って、1時間もないか30分もないかな、まあ、1時間ぐらい電話だったかな、電話がかかってきて、R が帰りましたと。帰ったっていう話ですよ。ただ、はい、なんか着替えとかそういうのも持ってきてないし、ただ最初はなんかすごい怒ってたと。あなたなんで私がフィリピンに帰るときエアポートに来なかったのとか、お金大変だったよとか、自分払ってないんですけどね、その友達が払ったんですけどね、お金大変だったよとか、私恥ずかしいよとかすごい言ってたらしいです。ガンさんも実際お金持ってるわけないじゃないですか。そんだけあっちこっち借金してるんですから。で、とりあえず荷物とかいろいろ持ってそのホテルに戻ってくると言って出てったそうなんですけど、女の子たちからそれと別に問題があると言うんですよ。で、その問題っていうのを先言ってくれよって話で、何なのって聞いたら、R がですね、その、ガンさんに、あなたはフィリピンは慣れてないし、エスコートの女の子たちも信じるできるっていうふうに言ったそうです。私とエスコートの子たち、どっちを信じるのみたいなことを言ったらしいですね。そして、まあ、それは惚れた弱みでしょう。ガンさんも、いや、それは R、お前のことを信じるよ、みたいなことを言って、ただ R がですね、ガンさんの財布から全額持ってったそうです。全額。だから、ガンさんはもうパスポートしか持ってないんですよ。で、まあ、チケットは往復チケットじゃないと、フィリピンはまあ、前も来れなかった時期がありましたから、まあ、今もそうかな。今もそうですよね。で、まあ、チケットは一応買えるチケットは持ってるんですよ。まあ本人は買えるつもりないですけどね。で、まあチケットとパスポートは置いて、あとその財布の中身のお金は全部千円札まで持ってってるんですよ。で、女の子たちがそれをすごく心配して、言ってきたんですけど、私と店長はそれを早く言えと。それは大変なことじゃないかと。じゃあガンさんはどうするって言ってるの。ただ一人の女の子が、もう私たちで話してるとわからないから、ガンさん呼んでこようかみたいな言うんですよ。ガンさんは私たちがこうやって動いてることを知ってるのって言ったら、知らないって。じゃあまだ言わないがいいよって。多分今言っても怒るだけだからと。まあ、まあ、こうなってますから。ガンさんはまだ R のことを信じてるんでしょって言ったら、うん、信じてると。まあ半々だけど信じてると。まあだからお金渡したんでしょうね。戻ってくるわけないです。絶対戻ってこないです。戻ってくる子がそんなことしないですもん。で、その次の日、戻ってこない。R には連絡取れない。女の子たちも、これはやばいと。で、2日目、R は来ない。連絡もない。女の子たちが連絡しても、連絡をつながない。向こうの、まあ、なんかつなぐ人がいるんでしょうね。つながない。いないとしか言わない。もう完全決まりですよ。そしたら、まあ、ガンさんもそこで分かったんでしょうね、状況が。で、どうするかと。女の子たちには、とにかく、食事代とか、まあ、ホテル代もちょっと足りないっていうんで、まあ女の子たちも帰ったばかりですから、お金はまあ多少持ってますから、それはもう全部後からこっちで返すからと。で、とりあえず、ホテル代と食事代ぐらいなんとかしてくれと。
で、まあそこは信頼関係ありますから、女の子たちも、あ、大丈夫ですよっていう感じで、でそのチケットの日にもうなんとか日本に返してくれって言ったんですよ。もうそれしか方法がないと。もうチケット代も持ってないですからね。そのチケット逃したらもうダメですから、その風で、そんな風にガンさんを説得してくれと。で、まあ分かりましたってことでその日は終わったんですけど、その次の日女の子からまた連絡が来て、その時私いなかったんですけど、店長の方に、今から R の家に行ってきますと、もうガンさんはどうしても行くって聞かないからと、で連れて行きますだったんですよ。私はそれ後から聞いて、まあちょうど聞いた時にはもう多分会ってる頃かなっていう時間帯だったんですけど、あとは連絡待ちですよ。大丈夫かなって店長と話してたんですよね。それ行かせて大丈夫でしたっていう話店長に言ったんですけど、店長ももうそこはもう仕方ないよねって話で、そしたらまあ後から電話がありました、女の子の方から。でガンさんはどこにいるって言ったら、まあホテルに帰ってきてると。で、R はちょっとはあったと。ただ会う時に男が数人いたと。で一人の子がもう正直に言いますと、 R の旦那さんがいましたと、そこにいましたと。ただまあガンさんにはいとこみたいなことで紹介してたと。でも実際は旦那さんですと。やっぱりそうかと。でどうなったって、 R はガンさんに冷たく当たって、でそのガンさんもなんか10万円ぐらいしか持ってきてなかったみたいです、まあ、どうやってそれでフィリピン生活するのか分かんないですけど、もう分からなくなってたんでしょうね。あ、まあ、私も言えませんけどね、若い時10万持ってフィリピンにビジネスチャレンジをしに行ったような無鉄砲なところがありましたから、私も言えないですけど、まあその時ガンさんはその10万しか持ってきてないと。まあ その時点で難しいですよね。で結果的にその荷物代でお金がかかったから、そのお金を返すから、これはもう私がもらうって言って返さないそうなんですよ。でもうガンさんとはもう終わりみたいな、あなたと終わりよと。でガンさんがそこでちょっと怒ったんでしょうね。その時にその男たちがバーッと囲んで、まあまあそれはもう持ってますからね、ナイフなりいろいろ持ってますから、ガンさんもそれ以上言えないじゃないですか。暴れようものならもうその場で終わりですから、まあ女の子たちも止めに入って連れて帰ったそうです。でまあガンさんはずっとまあホテルでお酒かっくらって、女の子たちからお金借りてお酒かっくらって、泣いてたそうですね。でもこれはもう仕方ないんですよね。自分で選んだ道ですから。基本なんでもそれやっぱり自分で選んだ道だし、それに対しての奥さんとか日本人の奥さんとか子供さんも苦しめてますから、また仕事の同僚なりなんなりってのは、まあお店にいた私が言うのもおかしな話ですけど、全て決めるのは自分ですから、それはまあ仕方ないかなと思うんですよね。まあ冷たい言い方ですけど現実ですからね、それは。でまあ女の子たちも説得して、まあ、説得っていうかもう仕方ないですからね、そのチケットで日本に帰ると。で、決まったんですけど、私が気にかかってたのはそのプロモーションのマネージャーの話なんですよ。あの時何を言いかけて言わなかったのかなっていう話なんですよね。でそれがどうしても気になるんで、女の子たちにちょっとプロモーションに行ってくれと、でこういうことがあったと全部説明してくださいと。まあまあ小さな抵抗ですよ。だからまあああいうね、その R っていう子は、まあ、こういった問題を起こすよという感じですよね。でそれをまあ私じゃ意味がないんで、そのこっちのお店の店長とかまあオーナーの方が言ってるってことで、全部話してきなさいってことで、で行かせたんですよ。で話が終わったら、全部報告したらそのマネージャーに、私に話をしようとして言わなかったことを教えてくれと。まあ多分言うと思いますから、そこまで全部話がもうですね、オープンになってますから。で、待ってたんですよね。でそれからまあ
次の日ですね、いろいろ終わって、で夜連絡が来ました、ホテルの方から。でまあプロモーションも行ったそうです。ガンさんもついて行ったそうです。まあ一人で部屋の中にいてもですね、あれだったんでしょうね。でそれからそのプロモーションで話した時にマネージャーが、それは大変だったですねっていう話から、まあ分かりましたと。でまあ女の子が、あの私が来た時に話さなかったことを教えてくれと言ってたってことを伝えたら、もうそこまでなってるなら教えましょうと。ここでとんでもないことが分かったんですよ。実はその R のお腹にいた子は、ガンさんの子供じゃありませんでした。そのフィリピン人の旦那さんの子供でした。フィリピン人の子たちって日本に来るときに、まあ、あのクリニックとか行ってそういった全部検査するんですよ。それもお金でごまかしたそうです、検査の費用。まあ結構そういうイミテーションですぐ前を作れましたからね。でマネージャーが、他の女の子からちょっと聞いて、あなたちょっとこれ嘘じゃないっていうのを言ったんだけど、まあ R が、まあ、私はもう何回もフィリピン、日本に行ってるし、まあ、なんか問題になれば私はすぐ帰るからと、まあ、なんかいろいろ言ったんでしょうね。でマネージャーの方ももうめんどくさくなって、じゃあ好きにしなさいと。ただその R がまさかガンさんにあなたの子供よって言って最初から仕組んでそこまでやってのけるとは誰も想像してなかったんですよ。 R はもう完全に日本にまた行くって決まった時点で、あ、お腹に子供ができた、どうしよう、ああガンさんがいる、だから日本に着いた、もうその日のうちにガンさんと夜抜け出して会ってたそうです。でそこで合体して、それから何回か続けざまにガンさんと会ってたそうです。これも後で全部めくれて分かったんですよ。何回も会ってて、まあそこでこう続けざまに、もうそれではいできましたっていう、もうローズのあのあ、ローズじゃなかった R のその物語が出来上がってその通りに進んだ。でも最後はやっぱり何が間違ったか、ガンさんがお金がなかったっていうことです。お店で口説いてる時にはやっぱりお金のあるふりしますから、そこは R も見抜けなかったっていう話です。